どうも皆さんこんにちは。松本町とイッチがお届けするボートレスからやってますボートレバチコ X のお時間です。どうもこんにちは。どうもちょっといつもとご挨拶を変化を持たせてみました、うん、入るタイミング失ったもんね、うん、というわけで、はいはい、今月も頑張ってやっていきたいと思うんですけれども、はい、昨今はあれですね、綺麗な女性の皆さんたくさん来てください。アイドルからね、元アイドルの方、あ、そうです、ね、もうたくさん玉川からレナちゃんも来てくれて、ね、最高だって。やっぱ花があるってのはいい、花があるってのはいいんですよ、うん、やっぱもうクリさんとかマリモさんとかね、うん、もう楽しいですけど、やっぱ花があるっていうのがいい。やっぱコメント欄なんかもね、拝見してるとやっぱ、うんうんうん、いいですね、ご好評いただいてますよ。 あ、そうですか。出演された女性の方々みんないいねって、冒頭好きで見てて楽しいねって、だその流れを受けまして今回もちょっと華やかな来ていただきました、はいはい、この方です。はい、どうも江戸川の泥団子鈴虫です。どうもどうも泥団子やってます。いいね急に真裏でねそうよ、泥団子って言われてんだから俺最近泣きやがって。なんでさ、この業界でさ、可愛い女の子かさ、ね、中年の小太りしかいない、どっちかしかいないよね。さっきパツパツだよ、こんならさ、なにこのつなぎ。いや、ついに来てくれましたね。いや、どうもすみません、よろしくお願いします。いや、同い年なんですよ。そうなんですよ、これだから、うん、意外じゃん、はいはい、で、もっとみんな意外だと思うのが、うん、バッチが後輩なんだよね。そうそう、それのあのね、あれしかもあれ生半から後輩じゃないから大先輩だから。そうだね、これ意外バッチ何年目？僕15年ですか。でもバッチ15年ってさ、実質仕事してたのも14年ぐらいでしょ。仕事量、はいはい、俺20年目で3ヶ月ぐらいだから、ギュッとしたら仕事量ギュッとしたら3ヶ月だから新人、新人かもしれない。新人、すいません。あ、逃げた。あ、14です。6、一応です。なるほど、急に全然収録と関係ないことになっちゃったというわけでね、はい、朝からもう3レースからやるんですけども、はい、1レース2レースからもう我々参戦してるのでちょっと中断しましたけども、うんうん、この番組は10万円を勝とうと存じております。はい、なのでもちろん軍資金も必要ですし、うんうん、なんなら組み立っていく力も求められるわけですよ。そうなんですね、最後一発でっていう、まあもちろんそれが一番簡単ではあるんですけど、うん、すごく追い詰められて2点3点の勝負しなくちゃならなくなっちゃうので、なるほどなるほど、まあわよくば最後の1レースを迎えた段階でもう10万勝ってる、うんうんうん、15万ぐらい勝って5万使って、あ、そうだ、一番究極系、ね、まあ、本戦と穴と両方勝っちゃうかなみたいなのが迎えられると最高と。まあでもね、バッチね、鈴虫くんなんてもうボート歴何年？ボート歴はもう15年ぐらい、15年やってるわけですよ。バッチがバッチのライターやってる年月もボートやってるのよ、ね、年間とんでもないレースを勝ったり見たりしますし、めちゃめちゃ勝って、ね、去年は 何レースぐらい？去年は8000レースぐらいやって、8000やりましたよ。結構やってる俺とかバッチでも多分2000とか、うん、まあまあ3000いけば多いかなみたいな。すごいっすね。1回も勝ったことないんですよ僕。なんかたまに15年間無敗、無償15年間無償続けられてることがありがたいよね。いや本当そうですよ、すごいことだよ。それがこうね、仕事みたいな形になって、うん、あれ一生懸命今取り返そうとしてるんで、仕事になるまで10年ぐらいかかってるからね。すごいよ。もうセミやりました。セミだともう倒れるのすぐですけどね。そう、死ん1週間例えよ、例えよ出た来週にはもうセミはどっちか例えると、もう間もなくじゃん、もう間もなくじゃん。セミはそっちで例えないじゃん、出てからのことを。セミはあんまり10年かけて地上出たんだとしたら、もうセミの方式で言うと、もうあと2年ぐらいですけど、もう分かってるけど、第3レースか、第3レースね、テンちゃんやりますから、はい、やっていきましょう。はい、向井選手、はい、それで2号艇、ここ有力 A1 雲野選手、うん、そして3号艇浅香文武選手ね、うん、で4号艇片岡選手、5号艇が五反田忍選手女性、そして6号艇が大石真央選手女性、うん、なるほど。いや非常に、いやこれ難しいですね。まあ、今回は一般戦の5日節
の2日目ってことですね、うんうん、男性女性混合、うん、はい、めちゃめちゃむずい。しかもね今日ね、すごく向かい風強めに吹いてます、ね、つって風吹かないとガチガチなんですよ、硬いです。でも風吹くと一気に東海以上で一番荒れると言われてます。あ、うん、確かにそういうイメージあるな。ただスローがスタートいけてますね、決まってますね、1レース目2レース目見ると、うん、まあ強い追い風の方が荒れるんですよ。ツアーなんかしないけど追い風の時にまくりめっちゃ出るっていうデータなんですよね。データだと向かい風強めの日は逃げ多くなるっていうデータなんですよ。なるほど、実はなんか普通ね、その逆の考えいきそうなもんだけど、これね、ボートボーイの黒須田編集長に教えてもらったデータ。あー、今も逃げてますしね。さすがに雲野さんがいなくなるパターンはねえか。1-3-2 以外はもう雲野さん1着か2着やろって思っちゃうな、これ。うん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 、雲野さん62キロで来たよな。その重い選手の向かい風の2コース出しって結構厳しいと思うんだよね。なるほどね、うん、落としてね。でもそれでもやっぱ強いよね、雲野選手。体重をものともせずね、そう、全然その感じはしない。横綱さんは1-2-3-1-2-4 2-1-3-2-1-4、まあ内掛け1着と点だけ1-3-2だけ買いたいな。1-3-2で朝香さんが良さそうなんで、うん、僕も握って前に出ちゃえば、そう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 、1-3-2、僕正直ね、これ今1-3-2ね24倍あるんですよ。これ落ちるでしょ多分。さすがに落ちると思うんですけど、うん、これ 20倍残ってるんだったら俺ここ5,000いきますよ。そんなに、いや、かかっちゃってるじゃんもう前がかりに。いやでもね、これね、鈴虫くんね、これね、序盤に決めた方がいいんだよと思うよ、マジで、うん、ここら辺でちょろ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  2-3 万のやり取りしてると、そうそうそう、あっという間に夕方っすよ。そう嘘ついてないよね絶対。本当に俺なんかはめようとしない。いやこれね、だから序盤に、まあ、これがもしも15倍とかだったらやらないんですよ、うんうん、これだけ残ってるんだったらかける価値あるっていうレースがそんなにないんですよね。なるほどね、自分のあれと合致するようなレースがないってことか、はいはい、でももう来たこらって思ったら、うん、もう朝だろうが昼だろうが僕は経験上行った方がいい、うん、触れる時に振った方がいい、はい、でさっき2レース当たったからちょっと戻したのも余裕が違う、そういうのもあるし本当にだって最終レース絶対逃げるやんっていうレースのパターンあるんですよ、うん、でもう8万負けててこっから10万勝つのに、そうだよね、え、インディーから買うんだったらいくら必要なん。いや本当そうだね。それでもう泣く泣く僕はその新田選手のインディー貼ったら新田選手がドカ遅れするっていう目にも合ってるんで、うん、朝だろうとなんだろうとチャンスと思ったら勝負した方がいいですよ。そう、それは確かに一理ある。あ、もう無理だ、20倍切るわ。そうなってくるとそこまでいけないわ。それもしかどの辺、僕あの 1-2 を狙ってみようかなと思って 1-2 から差しろ、ほんほん、1回目で金額は分けようかなと思って、あと1点さっき言ったように1-3-2だけは抑えようかなと。雲野選手がちょっと1マークで引き波にはまった感じ で、なんだったら最悪着外れても途中はもう道中だったら戻ってこれるかなと、うん、今まで来たゲストの中で多分一番ボート詳しいからね、うん、鈴虫君は多分ここは狙ってるよ。やっぱね、鈴虫君なんてね、いつも勝負かけですからね。いや、そうなんですよ。ボートでこの食っていけるっていうのをいつも表裏一体ですから、うん、ボートのお仕事もらうけど、だからいっぱいボートしちゃうっていうね。いや、そうなん、そうなん、なんかもうよくわけわからなくなっちゃって、昨日その悩みを普通に本当に悩みを打ち明けてたもんね。いや、そうなんですよ。もう俺はボートやめるかもしれないみたいなやめるつもりはないんですけど、うん、いわゆる何もない時にボート買っちゃうから、その日バイトしようかなと思って。え、バイトしようとして休みの日にバイトすればスマホ触らないバイト。ボートレース場ってバイトないんですかね。あ、それは考えたんですけど、ボートレース場にいるから券売機があるから、あ、 SG やってますちょっと失礼みたいないやいや、ちょっと失礼じゃないですか。仕事中なの、仕事中なの。それはどのバイトもダメなの。あ、ダメか。それはほら近くにあるもんだと、ほら違う違う違う、いやだから周りの人も許してくれそうかな。それ何やってても、あ、ちょっと SG なんで失礼マクドナルドでもダメだから3回の券売機のちょっと失礼、すいません、失礼。とにかく縛り付けてくれないと買っちゃう。そうそうなんですよ。だから新幹線の中とかもバッチも分かるでしょ。例えば新大阪から帰ってくるときに車掌に、車掌さんにスマホ預けようかなと思ったこともあるの。住む人はでも簡単ですよ、勝てばいいんですよ。買うことは問題じゃないです、負けることは問題ないです。ち、あの一理あるけど俺そういうの欲しくないよ、そういうの欲しくないのよ。勝てばいいんですか。わ、分かってんのよ俺だって。何言ってんの、うん、買うことは問題じゃない、勝てばいい。言ってるやつも負けてんだけどとんでもない量負けてる。いや、ほんとそうだよ、負けてるんだけど。ほんとそうなの。まあまあ、じゃあもうこのレースから、このレースから始めましょう。そうそう、だからほんとそう、まだ、うん、年始まったばっかだから。そうそうです、そうです、ね、気持ちよくいきましょう、はい、まだ全然全然、うん、さあ、それで6分までございます。皆さん、はい、購入してフランケン発表しましょう。はい、行きましょう。行きます。それでは我々の1本目、第3レースフランケン発表していきましょう。じゃあそれではまずはバッチから。はい、私ですね、まずは広めに、1-2-3さんのボックスですね。珍しい、朝香さんの頭も欲しいし、結局雲野さんの頭も欲しいなと。
2、3の壁が厚いので内側で1マーク回った時に握った手3が前一番前に来るパターンとか2の差しが結局届いちゃってるパターンとか全部抑える 1、2、3 ボックス非常に珍しいんですけどボックスでまず6点、はい、で結果あ落ちた1、3人に5000いきました結局あ最初言ってたやつねうん僕が変えた時点で 18.5 倍あったんであだいぶ落ちたねまあでも十分っちゃ十分じゃない、まあ、初手としては14倍ぐらいなんですけど1、3、2、まあ、これが僕が 1、2、3 ボックスの中で一番うまみがあるんじゃないかと思って 1、2、3、5倍 NO 2、3、5倍 NO 2、3、1、17 3頭 1、3、2 5000円こちら1点でとりあえず1レース目からちょっと勝負してみたいなるほど、はい、じゃあ鈴虫君、はい僕はもうインからのみですね、うん、この条件考えるとあの運の選手の差しがきついかなと見て、1、2からの3、4、6ですね。ああ、だからガチガチのとこ買ったんすね、はい、買いました一応元返しぐらい特に 1、2、3 なんかは5倍ぐらいですか、はんはんだからこう元返しちょい浮きぐらいなんですけどむしろ 1、2、4 の方がつくところに厚く張ってあとは3着6で跳ね上がる五反田さんを切って大石さんあとバチと一緒 1、3、2 ですね、うん、ここはシンプルなレースになってほしいなって思ってますまあでもわかる、うん、はいで私も、まあ、お二人と意見は近いです私もね 1,2 はちょっとねお安いなってところで 1,3 と 1,4 買いました 1,3 の 2,4 2,000 ずつと 1,4 いいね 1,4 の 2,3 をこっち3,000いきましたこれ当たれば結構リードになります、うんはい、リードそしてオーストラックコース6号艇大島は昨日は逆のトップスタートも決めました第3レース予選競争、うん、1番大丈夫そうよダッシュ4番5番揃いそうだね、うん、浅川さん言ってる嘘みたいに揃う大丈夫 だ あ多分3がちょっと出すぎか怖いな先回り頂点向かい立つ浅川よっしゃまくって出る差し込んだらやべ刺さったか刺さっちゃった刺さったのあでもここで体重分で前に出るあでも早い1出てるわこれ1、2、6あるぞこれあの形で1、2、6ないかあるあるある浅川さん張られたらある1、2、6ある間から3あーない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 だったら4で4あれちょそこかかるのなしよあーこれ1、2、3になりそうだな浅川さんさばいてよあーまずいそれなんだそれあ4だ4一番高く持ってるな1、2、4だ向井さん刺さったようにね見えたけどあの運野さんやっぱ体重分出たねグーって2マークすごい回りそう4になってほしかったな3000持ってたんだけどなまあこれは納得だわさあ1、2、4決着おーよしよしよしはいおめでとう当たりましたありがとうございますおめでとうございますこれ何枚僕これは30枚です30枚30枚8.9 倍あ十分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 そうっすね十分十分いいスタートです、ね、いいよ1レース目にしてはおすごい部長取りました、ね、部長じゃない俺そんないいところだ部長取りましたね終わってくださいよちょっと今日厳しいねまだ知らないからさはい、最近マジウルタ翔平ちゃんいいからないやこれ伸び、はい、伸び仕様にしてきてると思うんだよなそうウルタ君がね足出てるらしいですなんかね今節は低長期ばっか出てるんですってモーターが低長期シリーズなのでその中ではウルタ君自分で僕いい方っすねっていうコメントっすね第4レース樋口選手インセンそして2号で立久選手前節フライングしてますそして3号でウルタ君も、まあ、F1 個ついてますねウルタ君やっぱスタート勝負っすねそして4号で森永選手、悪くなさそういや森永選手ここで岡部選手そして6号で中村選手も、まあ悪くなさそうなんですよね、うんうん、これは何か起こるぞまあ新聞では森永が自在という評価ですねいやこれはダメだこれ森永さんいっちゃうわーやっぱウルタ君このスタートあるよたまにこれ森永さんいっちゃうよ これ、ね、これあるよだいぶ伸び返すよこれ多分ただ4頭バカ売れしちゃうだろうな絶対するこれはうーん4、6、4、5、6、4、5、6すごい売れるんじゃないこれ4、5、6、4、6、5ニマー君ところはもう本当あれだなバッチャンバッチャンしてたねさっきのフェースもやっぱそうね2マークは風で握ったらふわって浮いちゃう感じでいやーすげー4頭っぺーなーこれ3がいっても4頭あるんだよな、うん、そうっすね、どの道っすよねあーもう横綱さんは3、4、4本だわー、うん、いや俺4スコース全く同じっすね3いく3が攻めての4、3、3、4 3頭はでもこれにもう2点足して4
から5、6の3っていうのは道中でもうじゃあ1番は逃げないでいいと思いたいです。あ、逃げはちょっとね、条件がちょっと悪すぎるんじゃないかな。スズムシ君は15年ボートレースやってきて、はい、こう何かあの行き着いたなんか答えはあるんですか。はいはいはい、はい、あ、もうよくぞ聞いてくれました。よくぞ聞きましょう、はい、いや、あの回目どうこうじゃなくて、うん、点数を絞っていくことに意義があるなと思い始めました。ああ、今ついに最近15年に到達、最近を思い始めたのはこの後覆ることないですか。いやいやいや、それはありますありますけど、今現時点で到達したのは、はい、じゃあ他の人がいっぱい買うのも全然です、ただ自分の中で当たりって1個しかないから、うん、究極に絞っていくことの方がこの先正解なんじゃないかなって思い始めてんですよね。例えばですよ、さっきの4356456の3も折り返そうって言ってたじゃないですか、はい、それ456と465はいらないですか。それはいらないです。いらない。それ入った時ってどう処理するんですか、自分の中で。悔しい悔しいって買った方が良くないじゃん。じゃあ買った方が良くない。じゃあ処理できない部長自分の中でこの悔しさを受け入れるしかないと。そう、ボートレースって予想するときに120点の中でどっか触るんですよ。うんうんうん、うん、あ、それはあ、そうだ、イッチーさんに、あ、これ変えたわっていうのは、うんうん、頭の中で一回通るみたいな。そう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 、一瞬ここのイン逃げ満州よぎったわとか、うんうんうん、だからそれを極力思い出さないようにして、なるほど、通った道を、あ、なるほど、通った道をするってことですか。だからベース始まるまで、そうです、あの多分120点中80点は頭の中で触るんですよ。だいぶ触るな、うん、触るな、触るな、いろんな可能性が6以外全部触るみたいな。そう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 、そんな感じ。いろんな点でそこから削ってって削ってってどこで止まるかなんですよね。なるほどね。で僕はその中にもう2個ぐらい奥を削っていく。まあ、じゃあ2023年1月時点の鈴虫理論を今そこに到達してる。そうそうです。これ何周もするからね。そうなんですよ。ウイチさんとかも、まあ、マジあの何周もして展示見るようになったり、そう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 、まあ、見なくなったり、何かを気にしたり。今2023年1月時点では、うん、絞った方がいいという、うん、ところに到達したんですね。ついにこの前ウイチさん言い出したのが、うん、もしかしたらボートレースモーター大事かもしれないって言い出したから。そうでしょ。そうで、もしかしたらもしかしたらモーター大事かもしれんぞ、うん、ここに来て、ここに来て、次の日一緒だったのよ、うん、次の日の一発目でやっぱ違うわやっぱ違うわぐるぐるしてるんだ、うん、そうそう、今バッチが見てるそのまくり率とかもね、やっぱり通るんだけど、俺はもうそこはもう戻ってこないよ。もう鈴虫君ってさ、だってほとんどデータ見ないもんね。見ない。正直なんですけど、ここ3ヶ月ぐらいかな、うん、あのこういうまくり率とか逃げ率、うんうん、見ないで買ってたんですよ、うん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 、その方が成績いい。やっぱりそうでしょ、これ何なんだろうと思って。でも俺思ったのは、みんなこれ見るじゃないですか。そうだからオッズが安いんですよ、うん、あ、分かる分かる。で寄ってくんだよね、見ないでその見た目とかで展開予想を、うんうん、ぼやっとさせることによって高いところも変えてるんですよ。期待値あるところ多分変えてる、うんうん、まあ、じゃあバッチも割と次の段階まで今来てるんだね。僕はだから一時もそれ信者みたいなとこあったじゃん、そのデータ。残り8分でございます、はい。ここは3番4番からまくり狙っていきたいのかな。それでは行きましょう。はいはい、それでは第4レースいきます。はい、じゃあ鈴虫くんからいきましょうか。僕ですか、はい。僕はこちらですね、3の攻めからの3-4からの5-6とその裏4-3からの5-6で、ここがめちゃめちゃ安くて、はいはいはい、4-3-6で17倍と思ったんですけど、うん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 、あと 4-3 の形になってからの道中逆転劇でウルタ選手が1個落ちてしまうパターンの4-5-3-4-6-3、ただあの一番厚く買ったのは3-4-5と3-4-6で、そっちの方がついてるので先攻めの、はい、こっちを厚めにしてあのビッグヒット狙おうかなと思います。はい、じゃあバッチ、はい。僕は4の4サゴロサゴロから4点に絞ってですね、6軸にしました。3の先攻め4逆転の4-3-6、そして4の先攻めの4-5-6、それの折り返しですね、うんうんうん、4-6-5-4-6-3、これを3000円ずつ、はい、4点1万2000円と3のまくり差し、1がスタートいって3のまくり差しないし4の差しのだから1残しのパターンですね。3-4の1-3-4-1-3-4。あ、分かる。これ1が絡むと、ちょっとオッズが上がるのでこちらを1000円ずつ抑えて、2はへこみそうだけど1がスタートいかない保証がねえなと思って、うん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 、で3と4も揃ってる上に1もそれに揃ってると6が、ね、中村選手がそこまでよく見えなかったので内側の1の方がもしかして残るかもと思ったんで3頭4頭から1絡み。いや、それ分かるんだよな。1万6000円です。まあ、私も3-4-3-4の1ゴロ、まずこれ1000円ずつ、僕も1を3着に残す形にして付け足してます。3-4-1、3-4-5、
こっちの2点に2000ずつプラスしてますから、トータル3000持ってると。で431、435に1000ずつプラスしてます。トータル12000。いいよ、ウルタまくっちゃおうぜ。そうそうそう、3の先攻め。あ、遅れてる。うわ、ウルタ佐藤遅れた。これは4番は終わった。ウルタ佐藤遅れた。4頭だ、とりあえずは。で、何気に1番2番がすげえ佐藤いった。ある程度の絞れないわ。あ、これ3攻めるよ、これ一応。あ、逃げた。逃げる、逃げ、しかも2残ってる。いや、やばい、1。あー、差しだ、41だ。うわー、41さん、やっぱ残さなきゃダメだったか。ウルタ君、ウルタ君、逆転してくれよ。41さん、残さなきゃダメだった。41さん持ってんのか。413しかないっす。え、これでも6、あ、これ3になるよ、これ。ウルタ3になるよ。浮かぶなよ、浮かぶな、逃げ、よし。おうわ、さあ一応陽一さんやっぱ付け出されたかったか。これは来たんじゃない、これ結構つくんじゃないの。いや、これはね、4の頭の方はそうでもないんですけど、抜いてもあるし。ウルタ抜いてもある。ウルタ抜けばある。ウルタ抜け。いや、やっぱ3出てるね、あれね。抜いたら持ってんのよ。これはどっちでも OK、もう次だな。浮いた。いやいや、これ戻ってくるよ、一回握った分。ほら、おー、ウルタ、ここでしょ、ウルタ頼む。3周1番でしょ、ここも勝負だね。握れんのこっちだ。うわ、ただ中途半端な形だな、これ。うわ、どうする、パス。いや、これ握るでしょ、握る1本握ってった。あー、浮いちゃった。うわ、もう変えよう、買っとけよ。よーだりー、抑え成功。まあでもこれ十分ですね。それ取り戻した、これで。いや、これでかいね。45,500円、でかい。よし、でかいでかい。4万5000円、序盤の4万でかいよ。でかいでかい。さあ、我々ちょっとね、5レースはお休みして第6レースから再開です。お願いします。女性の鈴木成美選手、尹選、そして2号艇岡本選手、3号艇安田選手、4号艇佐竹選手、うわ、5号艇野球選手、来た野球、6号艇岸選手、野球のものか。まあでもここはね、やっぱ野球選手がやっぱ注目でしょうね、ここはね、選手としてはね。まくり差しなのかが。これしかもね、野球選手今節足いいんすよね。昨日だって秋山選手に逆転かましてるでしょ、ね、これはすごい。で、鈴木選手がね、スタート結構行くタイプだけど、インの実績が低いからね。あとはもう大ベテラン岡本選手、ここスタートどうかな。まあ安田選手がスタート行ってるからな。これは面白いメンバー。野球っていう名字いいよな、かっこいいね。あー、出るね、5番。ちょっとまぐり出すな、これ。怖いよ、これ。うわー、来るね、スタート。スズムシかね、野球退治大好き、ね、大好きですね。いや、もう野球退治ってこれもう絶対強いでしょ。野球退治といえば何か。野球退治といえばもうまくり出しとか、まあ、三角とかもやる選手だし、自在、すべてにおいてパロメーターが高いイメージ。まあ、その代わりちょっとね、 G1 SG には縁がないけど、すべてにおいてパロメーター低いスズムシ君が僕野球退治ね。だから分かるのよ、高い人は。逆五角形ってことですか。うるせえな。これでも難しいのが、鈴木選手はインのスタート早いんよね。早い。あのね、今季のスタート順インだとね、 1.9 番よ。早いよね、早いね。これダドもですよ、でも負けんだよな結構。あのスタートを行ったとってですよ、1マーク回る時のスピードが格が違います。違いすぎませんかね。いや、違いますね。ザ・ A1 勝負行ってもいいな。うーん、でこれかかるでしょ、1に絶対。内側握手、内側っていうか4がへこんでて、4の頭叩いて123で外側にいたとしてもだ。うわ、岡本さん押してるわ。3の上叩くってことはないと思うんですよね。251256526562、3もスタートいっちゃうんだよね多分。安田選手早いよスタート。どうですか、ドロさんは。いや、ドロは、まあ、野球選手をまず本戦狙ってる、頭、で、あとは抑えで岡本選手の差し切り。まあやっぱそうだよね。そう、野球選手がワンミス入った時はちょっと怪しい、入るとこなかったりとかするとってことですよね。そう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 、往年のスーパーレーサー岡本選手出ると思う。それ2位がの差し切りとかだった場合、2の後ろどうするんですか。1、1でいいんですか。1、1、もうここはスタートも早いから、待って差して2、1、2、1、5、2、5、1を買おうかなと思う。2、5、1、2、5、1。まあそうですよね。1マークでミスして入れなかったとしても道中戻ってきちゃいますもんね。そうまあ大好きな営業選手から行くもよし、岡本さん差し買うもよし、残り7分。はい、さあ当てていきましょう。いきましょう。はい、さあそれでは第6レースいきましょう。じゃあガッチから。はい、僕は6点、5頭126126、
はい、まあ、これ本戦どころなんですけど、その中から2点柳生選手がチルト上げてるということで、向かい風の中スタートの質が違う、これまくり展開、5-6の 1-2 が30倍前後、ここ5000円ずつ、おお、ね、勝負いった、はい、岸さんがついてくるやつだけ、岸さんの2着付けだけ、オッズが倍以上残ってるので、うん、ここを集まりでいきたいと思います。なるほど、おい、それあれね、うん、はい、ゴリゴリの泥っていうな、泥団子って言ってくれ僕は、まあ、バッチ似たようなフォーカスにはなってるんですけど、2、3着に岡本さんを完全に信用した、5のまくりから5、2からの1、6とその2、3着折り返しですね、5、1、2、5、6、2で、信頼している岡本さんの2着の方を厚めに買いました。であとは、その岡本さんの差し切りですね、215251と、はあはあ、まあ、21体型が本数なんですけど、柳生選手はまあどっからでも戻ってくる可能性あるし、まあそうですね、道中戦込みで215251にしました、うんうん、差しの場合は、はい、うわ、2人とも56いったんだな。本戦は5頭の5の12の1236、3着に3入れた形、まあ、3ね、うん、ありそうだ、これ1000円ずつ、そして差し切れなければ15の36イン逃げ抑え、2番がスタートちょっとね、そこまで決まってないんで、3番が先に握っての13の25も買いました。さらには柳生選手のまくり差しが失敗したパターン、1212の3着34っていうの買いました。あ、だいぶ絞ったね、うん、さあ3対3のスタイル第6レース予選競争、佐竹さん頑張るでしょ、合わせられる、てか3番が早いやっぱスタートな、あー、いった、こっからもう一人伸びきるでしょ、スローの算定が、あー、でも止まるわ、あ、止まった、やべ、これは厳しいぞ、あー、まくられた、あ、3にまくられてる、3にまくられてるんだが、4が刺さってるよ、何これ、4が刺さってる、差し差しなんですけど、4-3-3-4だ、いや、しかもあれよ、1と5いないよ、もう、あ、まあ、5は戻ってくる可能性あるけど、え、全然無理なんだけど、5は3等までしょ、これ尋常じゃないの、すごい穴だな、これ半端じゃなくて高いよ、まあ、5はもう戻ってくるか、3-4-4-3、いや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 、4頭だ、めっちゃ高いよこれ、5でも5万周だよいや、これはえぐい、あー、でも柳生選手来たな、2本超えた、いや浮いた、2本超えたよ、波、うー、これはまだ、これ4-3に何倍ですか、これ4-3に9万、うわー、9万周出る、おい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 、4-3-2って買えないよね、この差し目、これは久しぶりにこんな穴レース見たな、なんか、うわ、101番人気99,30円、101番人気出ました、これはこれはこれは大ザレースが前半最後ですが、うん、ここでね、江口選手出てきましたよ、そうで、あ、動いてるじゃん、前付けの鬼、これ森選手、3コースどこ、まあ、カートにはしねえか、まあまあ2コースまではやっぱり江口さん来ますよね、江口さん絶対と、ただ江口さん昨日ね、2コース2回走って4着5着とちょっとらしくない着の取り方、うん、もう2コースの鬼ですからね、江口選手2コースが一番走ってるんじゃない、江口さんなんてだってスタート出たらしかまくったりもするしね、普通に1番、いや、そうね、いや、行き足決して悪くないよこれ、うん、大ベテラン対若手って感じですよね、そうね、うわ、本当だ、江口さん以外みんなあれだ、若い、いやー、どうかな、ちょっと江口さんの、江口さんが悪かったらね、いい配当狙えるもんね、ね、これ多分江口さんいないだけでいいでしょ、配当どうせ、これ土井ちゃんが相当よく見えるんだけど、おお、スリットも4角土井ちゃん、江口さんは確かに、江口さんがね、チャックそんな取れないってあんまないんだよね、だからいつも7点ぐらいあるもんね、ターンはそれもちろん上手だけど重たく見えるな、回ってからが、ホミトは別に河野選手超逃げそうだけどな、土井くん確かに追いついちゃいそう、こっからやっぱスピード出るもんね、どっちも回ってきれいに、出口さんはやっぱターンをめ、あ、滑った、あ、しかも漏らした、ほらもう全然スピード出ないやん、本当だ、エビさん新ペラよ、新ペラ、新ペラ、2コースがやっぱしんどいんじゃないかな、まくる展開になったらあれなんだろうけど、土井選手は前走が豊田健勝だったのかな、豊田選手のまま行ったって、なんかあれだって誰だっけ言ってたの、ケンちゃんってあれなんですって、我々も知らなかったんだけど、超整備校舎らしいよ、この人の後の、うん、に使うとめっちゃ良くなってるっていう人の一人に入ってた、このもたしかもみんな A 級が乗ってきてるんだ、ここ 3、4節
全部仕上がってるだろうね。下手にこれ仕上がってるね。笠原くん悪くないんじゃない、うん、ついてるよこれ。昨日いいレースしたもんな、うん、笠原くんいいね。つなび天井が上から224433です。ただ天地タイムは1号艇1番時計ある程度抜けてるかな。2番3番に対しては3番が思ったより出てないですね。フォーカスが513514531534で穴が34のとこですね。342341432431。江口は当然のように2個性、行き足はしっかり していたし河野よりも優勢な印象。今日はさばくか、河野は先前から残したい。土井笠原の連動弾が炸裂すれば波乱の予感。ここ意外と難解だね。難解、難しいな。みんなスタート切れてないなあんまりね。こういう時って逃げたりしますよね。あ、そう、全然逃げあると思う。え、そっちか相手どっから買ってもいけそうみたいな。え、これ どうする。結構広がっちゃうよね。僕はもう5から行きます。ここはおー、まあ、なんか決め打ちしないと、うん、で2、3着も誰か1人軸でバッて決めないと買えない。さあ残り8分でございます、はい、前半ラストですから。むっね、皆さんでも戦えてますからね、うん、プラスで行きたいですね。繰り返しましょう。はい、はい、前半ラスト第7レースに挑みます。じゃあバッチ行きましょう。はい、私はですね、肉眼で一番よく見た土井選手、はい、角攻めから34345の流し。うん、はい、昨日ね土井選手陰線負けてるんですけど、はい、差し負けしててその相手笠原選手なんですよ。おお、なんで43のオッズも結構残ってるので、34、345、2コースから江口選手の2着残しで流して、これがまず1万6000円、はい、で結果内側もスタート行って逃げた場合の江口選手こうスピード落としてからがちょっと重く見えたので135と145これを抑えで2点追加で1万8000円で結構いったな。はい、勝負したいと思います。僕はもう決め打ちで5の頭なんですけど、この笠原選手の絡みがついてるんですよね。わー、5-4がだいぶで、そっちの方を厚めに狙ってみました。まあ、その 裏で言うと、まあ、5-1-4とかだったらまあ安い方なんですけど、まあ、全然プラスになるし、5-4来たらもう下手したらウイニングランまであるレベル。そうね、はい、ちょっと足りない。あ、5-4-2とかだったらもうだいぶスーパーラッキーよ。おー、なるほど、そこまでいけなかったな。で、私もね、江口さんを絡めた買い方が、まあ、メインですね。全部直まくりで買ってます。なんで後ろにつけるのが3番と2番、どっちか。353524と252534、インニゲも買いました。僕はまあね、確かに土井さんがよく見えたんで13の245これ2000円ずつと、あと125の3、まあ、全部3番絡みですね。土井ちゃん行ってみよう。コースの1号艇河野和樹がいいんじゃない。第7レース予選競争、1番5番2番ダッシュ3番4番6番早くねえな。てか河野大丈夫か。スタートしました。これは遅れたでしょ。よし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 、エグさん時間まくり、時間まくり、来た4握って、よし、あ、2にやられてるか。2かよし、2個カザラ、2個来た。5持たせ、5持たせ、よし、これさせる。エグさん、エグさん打ちさせる、打ちさせるぞ。エグさん、カザラ耐えろ、カザラ。よし、5-4、5-4、おい、5-2、よしよしよし、5-4来たぞ。ここで抜かれる、エグさんじゃない。抜くの？これは抜けないだろ、江口さんを。いや、笠原抜けるよ。いける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 いけ。俺昨日 夜中エロ動画見ながらリプレイ見たのよ。あれエロ動画のリプレイ見て、こっちが違ったよ。あ、交互交互に見てたのよ、1レースごとに。来てんなマジで。江口さん、ありがとうございます。5-4-2だ、ブラボー、ありがとうございます。ブラボーいただきました、ブラボー。うわー、5-4-2だと思ったのに。さあ、満州1万6000円、20万バック、いいでしょー。すごい、5-4-2やばっすね。うめえ、まだまだと力を見せつけてますね。いやいやいや、もうブラボー、これが泥よ、泥パワー、これが泥、俺の泥、泥船券。いや、すごいわ、これ5だけの頭に絞ったのがすごいよ、うん、
うわあ、終わりだ、終わり。だー、流れた。今日はダメかもしれん。あ、叩かれる、叩かれる。1負けるぞ。あ、叩かれる。